一言で言うと人生が変わった。それいつも見てるノリがなんかいつものノリじゃなくなってくる、いい意味で。本当にたくさんの国からいろんな人が来て、その人に一人を通して本当に神様の愛、そしてまた力をすごい見て知って、シンプルにみんな神様が好きでそれを伝えるために来たっていうのを見て、新しく何か神様との関係を築きたいなって思えた。自信がすごい壊されて、もう帰ろうって決めてたけど、神様がいろんな人を通してここに留まれてくれたような気がして、自分が何かをブレイクスルーしたっていうのはやっぱり伝道してる時に通訳する機会があって、今までしたことがなかったことを経験してすごい精霊を感じたし、すごい体が神様の愛だけで満たされた感じがあって、自分でも気づいたことのない神様が与えてくれたものをすごい一つだけじゃなくて、自分が体験して自分で気づいたこと、そこがするべきことをすごい示されて、それが一番大きかった。自分が経験したことをシェアする機会があって、そこでそれを一緒に喜んでくれることがすごい自分の中で嬉しくて、人生変わったし、神様からいろんな人のために祈れる人間になってほしいって言われた気がして、あ、自分はそのためにいるんだなって思ったし、だから今は神様以外のものに左右されない人生を歩いていきたいなって思えていることが一番の変化かな。やっぱり神様の愛を感じたことによって何か恥ずかしいものがなくなった。社員の後経験したことがあって、チームのみんなでスタバに行った時に、後ろに自分の友達がいたから、彼に向かって変顔をねしようと思って、やった相手が全く知らない女子高生の女の子でやばいなって思ったけども、神様から今ここで動けって言われたような気がして、クッキーを買ってあげて話す時間が持てて、初めて会った人に神様のことをシェアすることができて、いろんなところでそういうふうに神様のことを伝えれる人になりたいなって、やっぱりそのためにもこういった4ポイント、自分がこの4ポイントによって変えられたし、こういうので伝道していく、ライフスタイルにしていけたらいいなって。1週間前まで部屋にこもって、本当に正座か寝るかどっちかしか しなかったんです、僕は。なのに神様は僕の変顔でさえも用いてくださる。本当に神様は大きい方で、自分が成長するところに連れてってくれて、ああ、神様いるなと、神様すげえなって思いました。以上です。ありがとうございます。